中川幸子は日本の経営者、研究者、サイエンスコミュニケーター。ロボットの開発、販売、研修を手掛ける株式会社 RT の創業者、代表取締役。2015年にはアメリカのロバハブによってロボット業界で知るべき世界の女性25人に選出された。学生時代にはマイクロマウスに取り組み、霊明期のロボカップにも出場。 その後、これら競技の実行委員を務めるとともに、ロボ LDK 実行委員長、日本知能情報ファジー学会副会長、ニューテクノロジー財団業務執行理事、道場務理事、マイクロマウス実行副委員長などを歴任する。一般社団法人、ロスカン JP も設立し、2020年現在理事を務める。マイクロマウスの競技コース1971年。 東京と生まれ、法政大学工学部電気工学科に進学し、計測制御を専攻。学部1年時からサークルでマイクロマウスに取り組み、学部3年時の研究室配属以降はユニックスに親しんだ。1993年3月に同学科を卒業し、大学院工学研究科システム工学専攻へ進学。研究室では画像処理に取り組み、 日本ファジー学会の学生部会でも活動した。1995年3月に修士課程を修了する。修士課程を修了した1995年の4月、中川は東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻の助手に着任。広田香織の下でファジー論理の研究に従事し、1996年には 日本ファジー学会奨励賞を受賞した。1998年10月、北野博明が代表を務める科学技術振興機構、エラと北野共生システムプロジェクトの研究員に転職。ヒューマノイド認知のグループに属し、画像処理などの研究に従事。視覚や音声認識を研究するためのロボット、シグの開発に携わる。この時開発した音源を同定。 分離する手法は特許登録されている。なお、北野が創設に携わったロボカップの小型キリーグにも出場し、中川の所属チームは1998から1999年にジャパンオープンで2連覇している。また、ソニーがアイボを発売した際には中川も購入している。日本科学未来館。中川はアシモの常設展示第1回ロボワン開催に関わった。 2001年、中川は日本科学未来館の展示企画グループサブリーダーに就任。足シモの常設展示に携わり、ロボンの第1回大会を同館で開催すべく尽力した。2003年には北の共生プロジェクトに所属していた山崎彩幸が起業した株式会社育史スリサーチに移り、取締役を務めた。同時に、 法政大学や電気通信大学のロボット、研究者と小型人型ロボットを教育に導入する試みを行っている。2005年9月にはロボットの開発、販売、研修を行う株式会社 RT を起業し代表取締役に就任。2005年から開催されたロボエルディ系では実行委員長も務めた。2014年には ロボカップアットホームの普及活動にも取り組んだ。この間、マイクロマウスやロボカップの実行委員も務めている。2008年にマイクロマウス競技でハーフサイズが登場した際には、それに対応したロボットパイ CORT で開発、販売した。また2009年からはアルデバランロボティクスの日本総代理店となり、なおの販売を開始。 二足歩行ロボットの自社開発としては、着ぐるみ用ロボット、リック90で知られる。同製品の制御には、V 指ド OS を取り入れ、アスラテックとも様々な連携をしている。中川は、ソフトウェア技術者にも使いやすいロボットを施行。上田隆一とラズベリーパイを搭載した、マイクロマウスや唐揚げを操作するマニピュレーターで連携した。 ロボットオペレーティングシステムを研修に取り入れ、Google の機械学習ライブラリー、Tensor Flow によるディープラーニングの講習も企画した。2018年には、ロスカンの日本ローカル版、ロスカン JP を立ち上げており、RT からは RT ミドルウェアやロズに対応した教育用の商品が多く販売されている。2018年には、大阪大学大学院基礎工学研究科の細田、 コート共同開発した研究開発用ロボットアームクレーン7も発売した。さらに RT は億単位の資金調達を達成し食品産業への適用を目指した共同ロボットフードリーを発表。2021年には野菜を認識してフードスライサーに投入する猫の手ベグピッカーシステムに発展。同年には 鈴も気候と共同で乗り巻きを製造可能なフードリー鈴もコラボモデルも開発している。また、研究者向けの二足歩行ヒューマノイド、ボノボも開発した。ありがとうございます。